まず緊急物資っていうので届かない現状があったじゃないですか、はい、届かないからこそ新潟に作って物を入れていきますということを、まあ、最初の1週間ですよね、はい、をやって、やっぱりニーズが変わってきている中で地元の産業のしんどさが浮き彫りになってきたと。おお、どういう形ですか。いわゆる風評被害も含めてですけど、いろいろなものの受発注がそのキャンセルになっていって、いろんなものっていうのは、はい、農産物とか水産物以外に工業製品とか、工業製品だったり、その会津の漆器だったり、それもここにもありますけど、会津の木綿だったり、そう、こんなものも何キャンセルになってるわけ。それに対してどんな動きをしてきたんですか。うん、でやっぱりそのこちら、東北に対して支援をしたいという気持ちはやっぱり皆さんお持ちではあるわけなので、はい、今までは身近にあったり他から買ったものを送るってことをやってたじゃないですか、はいはいはい、やはり緊急物資ですから、やっぱそうですよね、はいはいはい、でもそのニーズは変わっていきつつも常に消費して必要としていくものがあるわけですよ、はい、なるほど。それは野菜にしてもそうだし、うん、もうあの普段使うものにしてもそうですけど、うん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 、それはやっぱり地元の企業を通して、うん、支援してくれないかと、いわゆるどうせ買って送ったりしてくださるなら、うん、この地元の企業から買ってもらえればっていうその支援モデルっていうのを、うん、やっぱり特に2週目は力を入れていくんですね。で、あの食の会社なんかもやっぱ全く売れないと、逆にその県内を中心に地鶏を出してましたなんていうところは、県内ってある意味半分以上はもう壊滅的じゃないですか、はい、それだけで出口は失っているし、はいはい、当然その外食に行ってなんていうムードでも2週目はないわけですよ ね、うん、だからもうパタッと止まってしまった、うん、であればでも支援をしたいって人たちは逆に地域外からいらっしゃるので、うんうん、じゃあその鶏を買ってもらったものを、うん、で同時におにぎりカップラーメンが続いているのも限界、うんはい、栄養がある食事をっていうので、お肉お野菜との生鮮食品、それは緊急物資で送れないので、お肉その野菜含めた生鮮物資を、要は地元にいる人は要はこれは大丈夫も分かってはいるので、それを届けられる資金っていう意味での購入ですね、義援の仕組みを作ろうっていうのが2週目が主に中心ですよ、ね、で3週目に入ってくると、やっぱりもう一つは雇用、これがやっぱり明らかに雇用が足りない、まあ、現状ここにいる人たちも含め避難してきている人たちも、その雇用を作っていくのにやっぱり企業誘致、企業誘致の依頼というところが一つ大きいですけど、長期的にやっぱり力を入れなくちゃいけないんだなと。で3週目ぐらいから出てきたのが、その東北を応援しましょうの物産市、はい、飲食店も積極的に使おうかというお声がたくさん入ってきたので、逆にそこに対して、じゃあ地元で今販売が困っているところだったりっていう、その商品カルテを作ったり、その物資サンプルを送ったり、で物産市をどう作っていこうかっていう東京側のミーティングに入っていったりっていうようなのが主に3週目からの動きですね。なるほど。他にね、例えばその避難所の様子とかはどんな風に変化してますか。うん、そうですね。来られた時が震災終わって、まあ、約1週間っていうところだと思うんですけど、はい、大体体育館だったり、とりあえず広く場所があってっていうところに避難をしてましたと。でその方たちがおよそ2週間ぐらい経ってきた時に徐々に移ってきたと。でどこに移ってきたのかっていうと、4月から学校が始まるというタイミングでもあったので、学校の体育館に避難してきた人たちは出なくちゃいけないと。でもう一つ、4月1日から県の方で1泊3食で5000円という補助が出るようになったので、うん、旅館が、被災者の人たちを受け入れられるようになったと。あ、それは5000円県が出してくれるわけ。そうです、1人。そうです、そうです。5000円出してくれるわけ。出してくれる。なるほど、なるほど。となると、まあ、ある程度の低いところでですけど担保させながら、なるほど、で、避難している人たちも体育館というお風呂もなく、もちろん衛生的にも良くないところ、プライバシーがないところからどんどん旅館に移ってる、移ってきた。この前 のくつろぎ屋とか、ああいうプラス400人になってます。あ、またそこが増えてるんだ。はい、旅館に移った人は被災者としてのその扱いからちょっと変わってましたね。例えばどっか親戚の家に行ったとか、そういう状態も、でも結局被災者は被災者。そうですよね。問題解決しましたか。問題はそうですね、解決しました。どういった形で解決したんですか。あの一応は今まではその市として県として避難所と正確に定めて把握をした避難所にいる方たちだけがその避難者という形でこれからの何でしょう、支援策も受けれる対象でしたけども、極端に言えば友達を伝って県外に出ましたっていう人たちに何かっていうのは、でも しにくいじゃないですか。
うんうん、でもくつろぎ塾っていうのは逆にうちが受け入れますよということを言って、うん、はい、案内をして無料でずっと1300人も受け入れてめちゃくちゃだよね。でもう明らかに無料でやってたわけですし、で言ってたわけだし、でそこにいる被災者ももちろん避難している方たちだろうと、うん、一旦避難所に行って、うん、もう一回戻ってくれっていう手間はなくても、うん、誰がいるかは分かるわけだから、ね、上からのものの言いようではなく、うん、もう一回本質見てっていうところが落ち着けばみたいな認められました。それはもう動いた、動いて、それプラスさらに映像の力が出てくる。これ観光、うん、そうなんですよ。これどうなってます？いやいや、もう大幅キャンセルです。今年鶴ヶ城がもともと赤い瓦だったっていうので、うん、1年半あそこを全部閉じて、うん、観光客激減してていても、うん、赤い瓦になった時にはもうたくさんの予約も入ってきてるし、なるほど、入るからっていうリニューアルオープンが震災でしたから。なるほどね。日がその日がまあその日がというか、まあ、その近辺ですよね。近辺のね。日々も入るし、入ったね、すごい大幅キャンセルですよ。ものすごい数ですよ。大幅っていうか、まあ、例えば何パーセントみたいな感じで言うと、いや 80% 以上じゃないですか。でも 20% は何とか来てくれてる、ね、まだ予約がキャンセルされてないっていう、ないっていうだけか。綺麗なとこだね、ここアイツ盆地。本当ですよ。だからかこの時間帯にあそこ通ってくると結構ね、来ちゃったね。いいよね。もうなんか違う、やっぱ情報や感動的なものをそだよ、もうガンガン出していこうと思って。その通り、ほとんどの人たちは多分ね、こっちに来てる人たちは、うんうんうん、腹くくって2年はここでと思ってる、うん、でその人たちっていうのはこう故郷がどうなるのかを考え心配になりつつも、ここでまず希望を持って夢を持って、うんうん、何ができるかで戻ってどうしようが見えてくるわけですよ、うんうん、その戻ってどうしようが現状今見えないじゃないですか。けんけんがくがくやってても遠い話のような気はするし、でも目の前の生活っていうリアリティを見ながら、これからの未来っていう部分の光をここで感じなくちゃいけないんですよ。でここに今までいた人たちと新しく入ってきた人たちがやっぱり手を取り合って何ができるかが、結局その人たちが移った後もそのどう連携をしてどんな素晴らしい福島を作れるのか、特に原発っていう部分の中での被害が別の意味であるところ、うんうん、そういう意味では課題が複雑な場所にありつつ、どう会津っていう今言ったような場所の意義をちゃんと全うしなくちゃいけないのかっていうのがあるんだと思うんですよね。で一つはこの震災っていう部分があるなしにかかわらず、やっぱり地域の文化的なもの、その伝統的なものづくり、それと大幅に変わってきたライフスタイルに合わせた形の、やっぱりそのこの地域っていう分のライフスタイルをちゃんとプロダクトとして生き方としてこう実現していくことが求められてきてたわけですね。地方のブランディング、地方発のってずっと言われてきた。だからそれをやっぱり会津っていう地域でしっかりと作り上げて発信していくのにはある意味最大のチャンスだと思う。そこが未来に対して光として見えてこなかったら、また一緒かよではしょうがないですからね。だからこそここをモデルにして、これからの東北っていう意味合いもそうだし、これからの日本の地方っていうものがあるべき姿を示せないでは、やっぱ亡くなった方たちが報われないんだと思うんですよ。その力をなんとか会津に集めて、その力というのはデザインという切り口でもいいでしょうし、プロダクトという意味での企業連携でもいいでしょうし、雇用という部分も含めてですけど、さまざまなライフスタイルに関わってくる人たちが会津をベースキャンプ的に入って、そこで一緒に被災してきている人たち、伝統的な文化を持っている人たちをこう車座になりながら、今のこの震災あったからこそ、でもなかったとしても日本っていう部分を考えて、これから発信するものは何なのかっていうのを一緒に作っていけるような、そういうベースキャンプ基地が合図になって、福島って知名度ももちろんありますから、それにも乗せていきながらも、やっぱ世界にどんどん発信していきたい、発信してきた先から、じゃあ俺もやるよ、俺も行くよっていう人たちが来てったら、相当にぎやかやっぱなるでしょうし、そういう街にね、合図がなって役割をね担っていければいいなと思うんですよね。